海外について、はい、ちょっとお伺いしようかなと思って、はい、じゃまずモデルとして海外に挑戦しようと思った理由、またきっかけ、何かあります？あ、いや、それはね、まあ、モデルもみんなの夢っていうか、そうね、海外でやってみたいっていうロマン、うんうん、ロマンだかな、うん、で、実際行ったら本当にいろんな国籍の国のモデルさんが集まって、うん、まあ、ブランドのためになんかこうオーディションだったりとか、うん、そういうのが全部なんか刺激的な、うん、そうだね、うん、やっぱ、でもね、日本ももちろんあれだけど、うん、やっぱ別だよね、海外は、あの、うん、そのそオリンピックみたいなもんね、そのそう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 モデルさんが集まって、まあ、代表みたいなオーディションしてね、うん、けど、まあ、僕の場合日本も同じ感覚だったけど、まあそっかそっか、そうやね、まあ、まあ、うん、確かにそっか、うん、運さんは韓国から初めて行った国は、韓国から初めてモデルで、ヨーロッパ、モデルヨーロッパ、イタリアかな、イタリアなんだ、うん、そうなんだ、ミラノだった、そうなんだ、うん、で実はあのミラノにおばさんが住んでて、あ、そうか、あ、うん、あ、イタリアにね、うんうんうん、住んでて、まあたまたまっていうか、そうなんだ、横行って、その時期に、まあ、ミラノ行ってって感じかな。うーん、次、質問なんだけど、ね、ちょっとね、モデルとして海外に挑戦しようと思った理由だったら聞く。俺ファッションに全く興味がなかった、で、着てる服はもう全部ユニクロ、うん、GU、うん、みたいな、もう長野県でしか服を買ってなかったから、うんうん、本当に興味がないまま、しゅんくんと出会って、うん、しゅんくんって服めっちゃ詳しいじゃん、ね、で、当時海外の事務所とかもめっちゃ詳しかった、うん、あ、そうだね、確かに全部教えてもらってっていう時に、うん、しゅんくんとちょっと喋るためにのとこって俺見てたの、いろいろ、そしたらエディ・スリモン見つけて、うん、めっちゃかっこいいこの人、かっこいいね、やばってなってから海外行きたいなってなって、割とフットね、フットフット、シュン君にそれまでそんな話もしたんだなって、うん、で、いや、この人と仕事したい、でも好きとか詳しくないから、この人が今ブランドやってないこととか知らないから、うん、とりあえずエディと仕事がしたいがきっかけでいきなりパリに、うん、そうだったんだ、それは何、パリ行ったのは事務所、事務所探しに、だけど何にも決まらずに帰ってきた、懐かしい、はい、次行きます、次は、渡航費とか、その向こうで使う生活費とか住むところとか家賃とかって、うん、その僕らパリコレとか行くじゃないですか、うん、それってなんか全部実費なのか、それともブランドが出してくれてるっていう質問があったんですけど、あ、まあ基本実費なんだよ ね、 そうだね、自分なんか自分でチケットを買って行って、うん、そこのアパートとか、うん、エアビーとか借りてって、うん、まあ、自分のお金で全部、うん、そうだね、借りるよね、まあ、仕事がもしかして先に決まったら、うん、その仕事のブランドからもしかして、うん、フライトチケットを全部埋めるから、うん、まあ、もらうときもあるけどね、うんうん、基本はね、自分で、うん、全部やるよね、うん、アパートとかも、はい、あ、これはね、多分モデルの子から質問来たんですけど、僕もモデルをしていて、うん、11月にあのイタリアに行くそうなんですよ、ロッカジー事務所探し、うん、で、その事務所探しについてアドバイスありますかっていう感じなんですけど、まあ、先にあれなんですけど、その日本とはまた別に、うん、その国の仕事をするってなった時に、その国の事務所に入らなきゃいけなくて、うん、例えばパリコレだったらパリの事務所に所属しなきゃいけないし、うん、で、それを僕らは決めに行かなきゃいけないんです、事務所、日本と一緒で自分でね、で、そうで、みんなね、最初パリに行って、うん、パリの事務所をひたすら回って入れてくださいみたいな感じで、うん、みんなやって、それで、はい、はい、所属できたらパリコレの調整権を得るみたいな、そうだね、やっとね、その国での仕事の調整権を得るっていう感
じでなってるんですけど、でその多分第一歩だよね。そう、この方は多分イタリアに行ってその事務所探しをするらしいんですけど、皆さ、うん、うん、それした僕はあのロックでしょ、うんうんね、うん、僕は一応ロックしたことある、うん、あるじゃん、あの時ね、あのイタリア初めて、で実はあのロックで、まあ、最初行こうと決めて、で Google で全部こう事務所の住所とあの、まあ、メールと電話番号、電話番号正式にならないけど電話番号までもプリントアウトして、でそれ1枚持って Google でこうずっと検索しながら、いろいろぐるっと回って、多分13、4件ぐらいこう回ってるのとかあった、その時にで、あのまあその中のなんかこう反応が、うん、まあ、良くて、うん、ティアップした。そうなんだ、うん、良かった。なんかアドバイスある？え、今事務所探し、事務所を決めたい子がいるんだけど、うん、その子に対して、あ、今もしかして僕がほんで何も事務所ないままに向こう、うん、行くとしたら、まあ、先に、まあ、アポを取って、そっかそっか、うん、なんかメールを送って、そう、ね、うん、そう、事前に行きますっていうのをね、そうで向こうも来ていいですよって、そう、あ、アポ、そう、最近ね、あのすごい周りから来たんだけど、うん、ドッグする人多すぎて事務所からなんか嫌われるよ ねらしいね、うん、なんかアポなしはって、うん、そうそうそう、あ、まあ、コロナも多少あるんだろうけど、うん、多分マネージャー様で自分の仕事がある中で突然来られても、うん、多分まあ困るっていうことだと思うんだけど、うん、ね、まあモデルはみんなしちゃうよ、しちゃうよね、アポなしで取れないところの方が多いから、うん、そうだね、第一もね、いつもね、自分ね走しなかったね、ねわかるわ、ミラノ行かなくて、うん、パリとロンドンだから、全部で多分3、40ぐらいもあるから、その2つ合わせて、うん、すごい、で、1つも決まらなくて、で、日本に帰るってなった、うん、だけど、今考えたらもっとこうできたなとかは、うん、ちゃんとそれこそアポを取る、うん、で、行った時にちゃんと喋れるように英語を勉強する、そうだよね、で、そこで例えばアポなし、まあ、この時代だから特にコロナ、うん、俺らが言ってた時コロナないから、ね、うん、なんとも言えないけど、この時代にアポなしはそもそもあんまり良くないんじゃないかなっていうのと、うん、あとアポなしで突撃してって俺を取ってくれ以降英語喋れません、あ、向こうからさ、お前何そう、何されてる方なの、何してるのジャルジャルのコントみたいなもう俺はしちゃってたから、そうだよ、俺を取ってくれまでは勉強してた、うん、けど、俺一個の事務所にすごいって答え言ってパリで、うん、お前はパリに来シーズン来れるのかって今思うことも聞かれて、うん、大きい声でノーって言ったで多分ね、全然の2択見せた、2択見せた全部イエスに言っとけばいいのみたいな、確かに言ったらね全部イエスにっていうのを言わすために英語の勉強をしといた方がいいし、英語なんとかなるだろうとかは通用しないと思ってるから、うん、そうだね、俺も一回全落ちしてた、あのそうなんだ、パリ行って、それこそ大地とかが、うん、多分大地はもう所属してて、パリの所属、うん、大地がストーリーとかで、あのそのあパリの事務所に向けて、うん、こういうやつが俺の写真を載せてくれて、ストーリーに、うん、こいつがいついつあのパリに行くんで見ててくださいみたいな感じでストーリーに向けてくれて、でそういうなんか助けもいろいろあって行って、まあ、全落ちして、なんならもう俺かまそうと思って、あのパリの事務所を受けて、うん、人笑い取ってやろうと思って帰り際に「おっ!」って言ったら「シッ!」鬼滑り鬼落ちしてっていうね、やっぱ「おっす」とかやったほうがいいか、「おっす」「おっす」はやったほうがいい、変に一発かまそうとかちょっとやめたほうがいいと思う、「おっす」落ちかもしれない、「おっす」落ちかもしれない、「おっす」なかったら言ってたから、それはねやっぱアドバイスしたいね、「おっす」やめとけってなんか力がやってもいいけど、やっぱ全員が日本の文化好きっていうことだね、しかもそうだね、そう、それでパーティーだから特にかもしれない、なんかやっぱね、でもこの方は11月に行くっていうのは決まってるでしょ、そうだね、あの航空機は取ってる、うん、じゃあもしそのままに11月にもし、うん、まあ、行くなったら、もうそこにイタリアに滞在してる間にメールを送ったりとかするのもいいかもね、
そうだね、この先の飛行機乗る前とかでも一緒に乗ってからでも一緒に常に誰かに送った方がいい、うん、そうだね、うん、第一はそのパリ決まった時は普通に面接っていうか面接して入った、ね、ちょっと入り組むんだけど、うん、俺デンマークの事務所に入ってるんだけど、あ、そうだね、あ、そうだね、はいきなり、いきなりなのかな、その前なんかあんまり知らないけど、うん、所属が決まったの、うん、で、もうでもその事務所周り全部終わって、うん、もう二度とヨーロッパの方がいいかねと思って、うん、そう、あんなしんどい思いはしないと思ってる時に決まりました、うん、で、来れますかって言われて、まあ、パスシーズン行って、パスシーズンが歩けなくて、うん、で、もう二度と行かねえの時に、なんかわかんないけど、そこが全部を紹介してくれて、あ、面接とかも何もなく、3カ国全部決まったんじゃないですか。そうなんです、デンマークの事務所の人がつなげてくれた。全部つなげてくれた結果、パリ・ミラノ全部決まって、なるほどね。で、初めてちゃんと各国で仕事しますね、ヨーロッパに。そうなんだ。俺はね、あと全落ちして、俺も帰るんやと思ったんだけど、今の所属してる事務所が、結構海外のなんていうつながりがある、うん、そういう感じでなんですよね。今パリに所属してる事務所は Zoom で決まった。それこそコロナじゃない。そう、ね、Zoom で決まった。だそういうなんかね、いろんなケースがあるんですよ。事務所は、うん、その行ってダメだったからダメじゃないし、うん、いろんな形があるから。11月に行くっていうのもあるかもしれないけど、極度日本にいて、ね、決まる可能性もあるから、ね、うん、日本でやれることもやって。そう、やることもやって、まあ、いろんな人の助けはね、うん、やっぱ必要だね。その俺もやっぱ今の事務所が下げてくれて、続けてきたし、俺もデンマークの事務所なんだったら、ね、続けられなかったと思うから、まあ、頼れるところはね、全然頼って、うん、ね、うん、それで自分のフルなパフォーマンスできたらいいっすね。それは本当に応援してます、皆様、うん、頑張ってください。はい、次、海外と日本のオーディションで何か違いがありますか？違い、まあ僕が感じるのはほぼ一緒。まあそうだね、うん、オーディションに行って、あのそこで、まあ、結果が、うん、うん、そうだね。まああと俺が一個感じたのは、そのブランドが大きければ大きいほど多分呼ぶ人数多分多いと思うね。モデルのオーディションに呼ぶ、うん、だから待ち時間緩かったみたいなのあったね。待ち時間緩かったもんね。そうなるよね、えぐいよ、うん、えぐかったわ。マックス何時間もあった。僕、いや僕いてもいい場合で、僕結構長いもん、2日意思出るか僕たぶん、まあ、22、3時間飯出ない。まあ、飯はケータリングそこであるからね。そう、うん、なんかここ1日じゃん、自信満々言おうとしてたけど、超えられない、超えられない。あるある、それはショーのキャスティング。うん、あの、実はあの、まあ、プラダの、あ、そうだったんだ。ほんと昔に、あと本当にノックした頃、うんうん、プラダのキャスティング、フィッティングまで全部、うん、決まって、うん、フィッティングしに行ったら、あ、じゃあみんな待ってる、うん、ラインでずっと並んでて、座って待ってるけど、いや、みんな一人ずつ呼ばれるんだけど、うん、僕の名前は全然分かんない。ああ、そういうことや、うんうん、で、あ、いつ来るのかなって、いつ呼ばれるんだろうって待ってたら、多分それが、まあ、午後4時に入ったんだけど、うん、まあ、夜1時、2時になっても呼ばれない。まあいいね。でもさ、それ冬？でも夏？夏か、夏。他の人もまだいる。うん、他の人もまだいる。うん、何人かいるよね。まあ、本当に優先されるモデルさん、多分、そうね、先も決まりのモデルさんはもう全部終わって帰って、まあ、だいぶ残ってる人もモデルさん見たら、あ、まあ、この子たち決まるかどうか分かんないなって、自分もだんだんこう、うん、怖くなる。うん、で、あの向こうから、あ、ちょっと3、4時間後に待ってありますんで、そのうちちょっと家で休んできてください、うん、それが1時、2時ぐらい、うん、そうそうそう。で、またあの朝、ま
6時、7時ぐらいに行って、やっちゃう、さん、うん、でもうその日、まあその日がもうショーの日、うん、ね、そうやそうや、うん、日またいで、そうで、あのショーのリハーサル真ん前までずっとなんかもう、まあ、待たされて、で結局、あ、まあ、今回ダメですね、すいません、いやもう本当に初めて泣いた、いやそうなんですよ、きついね、あの時も最初と最後泣いたの、そうか、そう、結構日本じゃないよね、そういうケースは、ねえ、ないよね、そういうのって、まあ、ありえないかもしれないけど、日本人って日本人ね、まあ、扱いとしてはそういうのはさすがに、なんか、トーコレとかもさ、結構、トーコレは結構1週間とか2週間前ぐらいにオーディションしたりするけどさ、うん、海外直前にして、直前、うん、絶対。で、日本だともう1週間前ぐらいに決定出て、うん、だけど海外はもうほんと前日の夜まで、うん、わかんないもんね。それはあるよね、ちょっと日本との差は。いや、やめてほしいです。お願いします。お願いします。願ってます。はい、次はね、まあ、これはなんか俺とかしんくんの質問になるんだけど、なんか2人は結構そのパリだったり、うん、ヨーロッパのブランドとか歩いているんですけど、うん、さんは俺の中では結構グッチで見えるなって、あ、グッチのなんかちょっと話聞きたいなと思うんだけど、あ、ぜひ。なんか確かに、うん、聞きたい、ね、グッチの場合、うん、まあ、結構みんなグッチって、うん、まあ、そのショーの前日とかそういう風にモデル決めてやるんだなって思う人も多分いるかもしれないけど、うん、グッチの場合はもう1週間ぐらい前に、うん、もう全世界のモデルさん全員、うん、なんか呼び出し、はい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 、で、まあ、例えば日本のどの事務所に連絡して、うん、あ、この子ちょっとなんかイタリアミラノに、うん、オーディションのために来てくれないんですか、うん、みたいになって、まあ、僕も1週間前に行って当時に行ったら、まあ、そこのミラノに行ったらグッチだけ専用のホテルがあるじゃん、そこで泊まるよね、そこで泊まってオーディション場に行くんだけど、で行ったらもう本当にいろんなモデルが全員待ってる、うん、グッチさ、うん、一番ご飯美味しくなかった、めっちゃ、あ、でも、うんさん何回出たって、あそこは美味しくなかった、え、美味しかった、あ、美味しかった、うんさん4回ぐらいとか3回、3回かな、僕3回、いいね、うん、でも本当にご飯って言っては言えばグッチ、めっちゃ美味しいよね、ご飯も美味しい、ご飯って言えばグッチだよね、マジで、あの、グッチってあのフードトラックだった、あの、あれも言ってる、あの、いわゆるなんで社食みたいなのも言ったし、あ、社食ね、それ何料理があるの、社食ね、あの、イタリアンか、まあ、イタリアンがベースなんだけど、でもいろんな国の、まあ、料理が全部そろってある、すごいなんか、あの、自分で何か買って取ってビュッフェみたいなのもあるし、全部ビュッフェで、あの、こう専用のシェフさんがいる、でその近づいたら、あ、あの、君何食べたいって、あ、僕、あの、まあ、ステーキですかねって、ステーキその場で焼いてくれるんだ、で思い出すね、すいません、僕落ちてます僕はグッチに呼ばれて落ちてます、飯食った飯食った、あ、そうだそうだ、そこはホテル共感できてたから、そう、ちゃんとホテルに一回集められてね、ねえね、うん、何泊、俺はね、3泊ぐらい来たから、おー、そう、うん、で、落ちたてで何か来て、うん、そのまま帰りの航空券渡されて帰ってきたって感じ、うんうん、あー、まああれすごいよね、マジで、もうすごいよ、もうなんかさ、すごくない、ホテルにいるモテル全員さ、オーディション受けててさ、うん、落ちたらみんな帰ってって、でまた新しい子来たりね、そうそうそう、ホテルの中でなんかもう何人ぐらいです、喫煙所行ってもモデルしかいないし、それグッチがホテル貸し切ってるってこと、そうです、うん、そう、あれは変な世界だったね、なんか特殊なんか普通にホテルロビーとかにね、全員のモデルが座って、なんか喋ってるなんか、すごいね、
で、なんか、あ、君、なんか、どこから来た、ハンプから来た、じゃあちょっとなんかこう、お酒一緒に飲もうみたいな気持ちになる。あったばっかりなので。友達すぎる。うん。いやなんとかきつい思いが。その後のホテル隔離7日間が一番地獄なんですそこやな。でも俺らは出てたし、かぶってないよね。あ、かぶってないよね。そうそうそう。3回、2回で。かぶってない。やっぱね、すごいよね、あれは。特殊だよね。もう本当に。他のブランドはどうなの逆にね。あんまなさそうだけど。うん、そう。グッチはそういうのがあるんじゃない？めっちゃ楽しいよね、本当に。うん、グッチは本当に楽しそう。いわゆるデザイナーのミケーレさん、うん、普通にいるしね、でご飯食べてるし、うん、ホテルいる、一緒にいるんだ、ホテルホテルは分かんないけど、その飯や社食とかに行ったらいるから、ヘイガイチヒゲロンビヒゲロンビえヒゲロンビなるほどね、ありがとうございます。では俺は結構第一の中ではバレンシアが結構俺の中でかっこよかったなぁ、マジで。ね、水浸し。あれ、地獄グラスなんかサッカー場なのか、サッカー場かなんかわかんないけど。確かに、この2階、なんかこの、なんか2階にある。なんかね、例えば国立競技場だとしたら中に設営で台を、ね、キーを作る。はい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 、で、地面からそこまで水を溜める。で、歩けるこの床から足だけちょっと出ますみたいな。みたいな状態がもう会社入った瞬間それの。で、多分上に、プロジェクターでパンって映してて、それが水にも反射する。かっこよ。演出で、だ写真は。あの会場で撮ったんやけど、あ、そうなの？写真は、ショー終わって、あ、そうだったんだ。別の部屋行って、別の水溜まってる部屋があったら、そこを歩いて写真撮って、あ、そうなんだ。だから客映ってなかった。あ、そうそうそう。はぁ、こっちはでも、なんかもう歩いてる俺も、今ここは青いね、ここが青いし、ここも赤いし、なんかぐっちゃぐちゃね。あ、そうだ、動画そうだったね。そう。確かになんかちょっと違うなと思った、ね、なんかすごいぐちゃぐちゃなってる中、何も知らさずリハ行きますって言ったら、うん、袋を渡される、2枚、うん、で、靴にかけて、で、靴かけて、行ったら、ぐちゃぐちゃ水溜まってるやんなんそれもリハだから、その時の衣装を着るんです、一応、うん、どこまで濡れるかなみたいな、はい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 、で、俺とかは、ナイロン製の上下、うん、ジャージみたいな感じだったから、うん、全然濡れていいよって感じだったけど、女の子ドレスとかヒールじゃん、うん、こけて、ここぐちゃぐちゃとかマジでね、みたいな感じだった。へえ、確かに、ね、どうなってんのかなと思ってた、あの人。あ、でも楽しかったね。うん、でもそれを踏まえてなんですけど、海外に挑戦して、その後自分の心境とか、なんかそれどう変わったこととか、海外挑戦を経て。あ、まあ考え方とか、例えば、モチベーションとか。うん、まあちょっと人間的に成長した感がある。うん、そうだよ、うん、なんかやっぱりこう行ったことない国でなんか、うん、いろいろなことをやってたからか、うん、それほどのなんだろう、見るものっていうか、見る目が幅が広くなったって言ってもいい、うん、まあそうだね視野が広がる、視野が広がった、そうだそうだ、それ、うん、だかな、うん、そうね、うん、ね、まあ、うん、あと、まあ、モデルしながら、まあ、勝ったり落ちたり繰り返すだから、うん、まあ、そのなりにちょっと気持ちも強くなったっていうこともあるので、うん、そうだね、うん、すごいメンタル的に、うん、人生の中で短期間ではあるけど、その短期間すごい人生で濃い時間があるので、彼を挑戦してるときって、うん、大好きです。D は海外行って、海外を目標にモデルをやってて、海外をバーッと歩けたときに、さあ、こっから何しようか正直なん
これから今夢を叶えてしまったらどうしよう、うん、でもその後にちょうどコロナが始まった、うん、俺が最後行ったから、うんうん、だから余計にやりたいことができなくなるみたいな感じに、うん、はい、なったけど海外やってたもんなみたいな自信になって、はい、生活できててみたいな感じはあるかもしれない。そうそうそう、ちょっと、うん、あと自信につつそうで、そっから人と一切比べなくなる。あ、うん、なるほどね。強みを手にした、ね、強みを手にしたのもあるし、海外行ってさもう本当に面白くて、俺と同じ顔したやつがいっぱいいるわけ。これ分かりやすく、さっき最初にさこんな感じで純日本人、ね、だから、中国の方、韓国の方、香港、台湾、みんなこんな感じだった切れ目で、切れ目で、アボカスだね感じがあるから、この人と俺の違い何なんだろうって、もうガタイでしかないとか、あとはもう魅力、ね、出してオーラが全然違うとかはあるかもしれないけど、ここが取って俺が取るんだよ、違いなんだろうとかも考えてもしょうがなくなっちゃって、うん、比べてもしょうがないな。確かに、ね、この人はベルサーチに出れます、でもこの人、例えばグッチに出れないよね、俺はグッチ出るけどベルサーチ出れないよね、うん、みたいなことが日常だから、うん、そこから、人の SNS とかも全然ちゃんと見なくなった、それまですごい勉強として見てたけど、なんか比べてもしょうがないな。確かに、ね、SNS でなんかちょっと悔しかったりとか、うん、そういうね、あとそれがなくなっていく。結構前の大地昔から言ってるね、俺はそれできないけど俺はこれできるって、うん、その人はそう、いやこっちはできないけど、適材適所が余計に分かる、まあ、モデルってもそういうもんだからね、それでねって感じよね、うん、なんか結構なんかそれなんか面白いですね、まあ、日本でいくら実績あっても海外では全然ハマんなかったりもするし、うん、かといって日本で全然経験なくても海外では大ハマりするのでもいいし、うん、やっぱそういうね、いろんなハマり方っていうのがあるから、ね、なんか後輩とかにさ相談してもらうこともあるじゃん、でそれまでだったらいやもっとこうした方がいいとかあした方がいいってすごいですけど、今相談されて一言目言ったりとか楽しいって聞くの、モデルやってると楽しい、楽しくないなってもやった方がいいし、楽しいと思うんだったらやりたいことやりな、自分の決めたことやりなって言うようになってる。そうなんだよ、俺の意見を聞くのも大事かもしれないけど、勇気からも聞く、俺つい最近後輩にこうしたいんです、こうしたいんです、勇気にも聞きないよって、俺その場に勇気に良かったんだけど振ったんだけど、俺とは違う苦労をしてきてるし、俺とは違う努力をしてきてるから聞きないよみたいな。マジでモデルってその人の売れ方があると思います、同じ売れ方ないかと思うんで、なんか俺らがどうしたいですかって聞かれても、うん、俺らの経験で話すだけだって、その人にそう向いてる方は全く違うと思うし、うんうん、物のね、うん、活躍の仕方があるから、自分が楽しく生活できればそれでいいんだよ、うん、っていうのを考えにやっとなれた、うん、そう、自分で見つけるしかないんだもんね。そうですね、自分のこの道はどうしたってすごいいいこと言ってない。俺がモデル始めた頃にこの動画見たいよ。あの頃の当時の雪へ送りたいな、送りたい。こんな真面目なチャンネルだったっけ。そうだよね、ルさん。そうだよね、こんな真面目だよね。うん、すごいいいこと喋ってる。勝手にすれよみたいな話だ。人生一いいこと言ってるかもしれない。じゃあ、次は最後、あれなんですけど、最後、はい、このね、マジでトータルして結構モデルなりたい子とかモデル始めたてらの子とかの質問がすごく多くて、うん、モデルその始めたての子とかモデル目指してる子に何かアドバイスとかってあります？うん、自分の好きなことをやってみなさい。それはモデルだったら、おじさん、ごめんに、ごめんにです、先生、本当にあのモデルのことが好きだったら、うん、これって資格とかもまあ必要でもないし、うん、まあ、特になんか必要なものとか勉強とかも必要ないので、うん、まあ、本当に興味があったら、ね、うん、まあ、トライしてみたらどうでしょうか、うん、はい、
で割とこうモデル仕事ってすごく楽しいところいっぱいあるので、うんうんね、割とじゃないけどね、うんうんやってみるのがいいかな。さっきも言ったけど、人には人の売れ方があるし、うんそう、何をしていたから売れるとかそういうのもないからね。うんまあ、日々、まあね、うん、自分を磨きつつ、そうやっていくのがやっぱね、つながってくるね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。D マイセン。俺が昔言われて、ずっと心に残ってるのが、うん海外行くときもそうだし、日本で仕事するときもそうだけど、期待してるのは自分だけだよって言われたときがあって、自分に対して、海外に行きます、すごくたくさん歩きました、極論だけどもう世界一になりました、おめでとう、頑張ったね、でも、じゃあ一本も歩けずに帰ってきたけど、お疲れ様、頑張ったよ、自分の中では悔しいかもしれないし、自分の中ではいろんな感情があるかもしれないけど、自分が歩けるって期待してたのは自分だけでしかなくて、周りは自分が行ってるという行動に対して評価をしてるのであって、だから追い込む必要が全くない、それは努力を追い込むのはすごく大事だけど、自分が根詰めてもう周りも一切見えない状態で僕本当にやってきますみたいな感じでやってる人ほど俺は仕事ができないなっていうイメージ。なるほどね。楽しんできますって笑顔で言ってるやつほど売れるなと思って。確かに。なんか俺はもう海外は特にそうだなと思う、なんか日本より、本当になんか楽しんでるなっていう人が売れてる気がする。でもなんかね、さっきも言っちゃったけど、自分を過信しすぎないように、期待しすぎないようにして、俺ならできるとかじゃなくて、俺ならできる状況をもらったときに出せない方がダサいよって思うから、俺は。だから、なんか常に 100% の自分を見れるようにいた方がいいんじゃないかなと。僕もこういうふうに言っとければよかった。うざい、いいこと言ってたもんね。やってみなさいって言っちゃった。こんな軽くて感じしてるさ、この考え方も結局俺らなんで。そう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 、これが、まあ、もし違うと思ったとしたら、うん、自分の成果を作ればいいから、うん、楽しんでってくれればいいと思います。そうですね、楽しめばいいと思う、今回大地とうるさんに出たのがあったんですけど、その何だろう、俺がなんて今回こう企画をやりたいってなった時に、何だろう、やっぱ今ガンガン若手とか、若手というか若い子たちにすごい海外に行ってるじゃん、うん、その中でやっぱ海外を経験して長くモデルをしてる話を聞きたいなと思って2人で、うん、後輩怖くね、売れすぎじゃない、まあ、いやーもうみんなすごい出てるわね、すごいよ、みんな売れすぎだよ本当に。あでもなんかでもやっぱ本当このやっぱ若手がこうな、うん、ちゃんとうまいことさ、そうだね、サイクルがある、こうロケット鉛筆でさ、ロケット鉛筆渡るあれかなかの国なんかね、そうね、まあ、いろいろあるよね。楽しい話聞きましたけど、たくさん、うん、こんな感じで大丈夫です。よかったね、知らなかったこと聞いてたし、ね、絶対今じゃないです。絶対今じゃないです。まとめ中のまとめやつです。まあ、はい、今回大地とうずさんに来ていただいてね、たくさん貴重な話聞けたので、まあまたなんかね、まあ別のそのそれこそ若い子来てもらったりとか。面白そうだし、それ見たいわ、それ見たい、また多分向こうの考え方とも違う、そうだね、うん、人それぞれ、まあ時代とかもあるしね、うん、そうまあ、お二人はまた別の企画に、あ、ぜひお願いします、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 はい、っていう感じで今回は以上になります。はい、じゃあゲストのうんさんと、はい、山田大地でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、チャンネル登録と高評価。はい。
コメント、はい、コメント、あと、まあサラクラブ大好きにしてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。それではまたバイバイ。バイバイ。あ、ほんと最後これ何それ？これハート。ハート？